はい、今回はですね、三味線の嘘本当話ということでですね、三味線業界でこうよく見聞きする、間違った教えとかっていうのをちょっと検証していきたいと思うんですけど、間違いって言ってもね、そのスタイルとかね、その流派っていうその演奏技術からこう超越したものもあると思うんで、そういうものは置いといて、ここではいかにこう合理的に楽器をこう正確にコントロールできるかっていう、こう演奏技術の、ね、観点で、それから、怪我を予防するっていったね、こう健康的にこう弾くっていう、そういった観点から、検証していこうと思います。でね、こういった動画を通してですね、教える方も教わる方も、合理的にね、なんでそうなるのかとかってね、どういう風にするとこうなるのかっていう、しっかりこう根拠をね、持って、こう、三味線にこう迎えるとね、いいなと思います。教わる方も、先生が言ってるから、そうなんだろうっていうんじゃなくて、こう、なんでそうなるのかなとかっていうのを、しっかりね、こう、聞いて理解した上でやった方がいいと思います。教える方からしたら、そのもう、なんでとかって聞かれるのはね、すごいめんどくさいと思うんですけど、何を聞かれてもしっかりこう説明できるようにね、こうしといた方が、お互いいいと思うので、そういったね、こう、合理性、根拠があるかどうかっていうのをね、考えながら、練習していくといいと思います。はい、今回のテーマですね、バチを持つとき、小指を開いて、最初のうちは痛いけど我慢して持ちましょうってことです。そうですね、これよく聞きますね。実際にこういう風に弾いてる人も多いと思うんですけど、さあこれ検証していきます。まずですね、三味線をこう弾く、右手でこうスイングをするとき、手首はね、まず固めないです。ちょっとね、こう詳細は他の動画でやってるんで、そちら参照していただきたいんですけど、手首を固めて腕でガンガンこうやるってことはまずないです。もう遅いし、軌道もずれるし、この怪我の観点からしてもちょっとあんまり良くないということで、上手い人を見てもらえばちゃんとこうスナップ効かせてやってるんですよね。そうで、手首はまず固めないからフレキシブルにすると。で、これが前提になった時に、小指を開くっていうのって、その体の構造上どうなってるかっていうと、小指の第三関節を上げるんですよね。これ正しい持ち方、小指の第三関節を起こす。そうするとこの開いたっていう状態になります。これ寝てたらそうはなりません。開くで、引くとき手首曲げますよね。こうやって小指の第三関節を起こしたまんま手首を曲げると、これね、手首にね、ロックがかかっちゃうんですよね。こう柔軟性がこう失われちゃう。これね、結構不思議なんですけど、皆さんもやってみてください。小指の第三関節をこう寝かせた状態で手首を曲げて振ると、これブラブラ振れるんですね。力抜けて、これ第三関節を起こしてやると手首結構固まっちゃうんですよ。完全に固まりはしないものの、もうかなりヘッドが走らないっていう、スナップが効かない状態になっちゃうんですね。そうというので、柔軟性が失われるというのと、あと実際弾くとき、こうねじめとかね、駒掛けとか結構駒に触るシーンあると思うんですよ。こういう状態ですね。でこの時に普通の持ち方だと、ほとんどこうバチと糸がこう平行になってるんですよね。で小指を開いてこの平行を保とうとする、つまり小指で駒を触ろうとすると、こういう状態になります。そう、何かっていうと、平行、同じ角度を保とうと思うと小指を開くとこうなるんですよね。手首がね、こっち側、小指の外側にね、こう曲がるんですよね。そう。で、これでもう手首を曲げて、外側にひねってってなると、もうこの時点でね、結構ね、ここに負荷がね、あるのがね、感じられると思うんですよね。そう。で、これがね、結構怪我につながっちゃう。怪我の動画で言ったと思うんですけど、TFC 損傷。ちょっとこれ医学的に症状とか名称が合ってるかどうか、ちょっと医者じゃないので自信ないんですけど、調べた感じそうですね。腱鞘炎っていうのは親指側が痛くなるんですけど、 TFC 損傷っていうのはこの小指側が、痛くなっちゃうと。そう、これはね、もう構えた時点で結構痛いです、確かに。っていうのと、小指を開くと小指がね、引っ込むんですね。引っ込む、こうブラーンってしてたのがギュッてこう引っ込む。でそうするとね、単純にね、駒に当たりにくくなっちゃうんですね。なんか、ここら辺とか、親指が当たるんだけど、小指が当たらないとかね、なっちゃうので、小指はね、普通に開かないで、閉じるっていうか、こういう第三関節を寝かせて、垂らしておく。で、そうすると、ここ当たりやすいんですよね。
そうやってやっぱりねじめにも影響しちゃうと。であとね、その皆さんその痛いの我慢しましょうって、その痛みって何かっていうと、まあ、ここもそうなんだけど、あのね、小指のねこの内側にこうタコがねできて、こうギューッとねこのバチに押し付けられて、ここがこう擦れて痛いと思うんですよね。このこう関節を無理やり開かなきゃいけない感じとか、それがね結構痛いんですよ。でそもそもなんかそれって全然必要な痛みではなくて、こう閉じてれば、まあ、最悪ねここって浮いててもいいぐらいなんですよ。まあ実際当たってますけどね、このギューってねこの小指と薬指でこの締めなくていいんですよ。別にこう小指に押し当てる必要っていうのは全然なくて、本当はまあ薬指で持ってて、まあ、小指はなんか触れたぐらい、これ何にも痛くないですね。あの自然にできる形なので、そうだ、これは小指開いちゃうとバチでこう押しのけてっていう、この押し当ててっていうこの圧力がかかっちゃうので、こう皆さんこう痛がると。そうだからこれはね全然なくてもいい痛みかなと思うんですよね。ということで、ちょっと自分なりにいろいろ検証してみたんですけど、あんまりこの小指を痛みに耐えて開く持ち方にメリットは見つからなかったので、まあ、ちょっと皆さんこれね、あの小指を開く知られざるそのメリットとかもしあったらちょっと教えていただきたいんですけど、まあ、ちょっと自分で検証した結果、あんまりこれが正しいっていう根拠は見つけられなかったので、まあ、ちょっとこれはダウトかなと思います。はい、ということで、今回はですね、痛みに耐えて、小指を開いてバチを持ちましょうという、嘘本当話でした。他にも、皆さん、三味線の嘘本当話あれば、ぜひ教えてください。はい、お知らせです。流派や会派、国籍を超えたワークショップやっております。指導者の方々への講習会もやっておりますので、教え方に悩んでるっていう方もぜひご連絡ください。津軽三味線日本一の知識と技術を皆さん共有していきましょう。それから霊言モデルの津軽三味線アクリル鉢、三味線ギグバッグといったアイテムを揃えております。従来の三味線アイテムに持っていた不満を一気に解消した一品となっております。お問い合わせは公式ホームページ、ツイッターやフェイスブックなどの SNS よりお待ちしております。それからチャンネル登録をしていただけると、このチャンネルの動画が漏れなくチェックできますので、よろしくお願いします。